キダルっていうのはですね、今回登場しているウイスキーもそうなんですけど、ブランデーですとかワインですね、ワイン、そしてビールに使ったりラムとかテキーラ、まあその辺のですね、いわゆる樽なんで密閉容器、密閉容器じゃないんですね、イケイケなんです。外気と空気がイケイケなんで、酸化熟成、酸化して熟成していくのがね、キダルの熟成っていうことなんですね。はい、皆様こんばんは。お酒の塾長でーす。塾長部、塾長部、お酒、お酒。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございます。今回ですね、お酒の塾長が様々な飲み会とかね、会食にお邪魔させていただいたり、同席させていただいたりとかした時によくご質問、よくお問い合わせいただくワード、そちらに対してですね、ご質問に対してシンプルに返答をさせていただこうと思います。今回は樽熟成、キダルの熟成、お酒の樽熟成とはどういうことでしょうかというね、こういう質問、ご質問いただいたことに対する返答ですね。樽、キダルっていうのはですね、紀元前ですね、登場は紀元前っていうふうに言われてましてですね、古代バビロニアとか古代エジプト、そのあたりからね、発祥、それ以前から使われてたというね、人類のですね、なんだろう、創作といいますか、非常に重要なですね、保管容器っていう風に思っていただいたらよろしいですね。そして、キダルっていうのはですね、今回登場しているウイスキーもそうなんですけど、ブランデーですとか、ワインですね、ワイン、そしてビールに使ったり、ラムとかテキーラ、まあその辺のですね、蒸留酒からね、続いたりするんですけど、様々なですね、お酒の保管容器、プラス熟成ですね。熟成の容器としてね、使える。特にね、ウイスキーとかブランデーの蒸留酒とかはね、熟成、原酒を熟成させるために重要なね、容器。まあ容器というか原料といってももしかしたら過言ではないのかもしれませんよね。必須条項。特にウイスキーとかブランデーはですね、必須、樽熟成が必須というね、そういうお酒っていうふうに思っていただいたらよろしいんですけど、それぐらいね、重要なですね、原料、保管容器、貯蔵容器、それがね、木の樽、樽っていうことなんですね。で、ウイスキーを例にとりますとですね、大体ね、熟成期間が2年以上、長いのはね、それこそ30年とか50年とかね、樽熟成するね、期間も設けたりするんですね。一般的にはスコッチとかね、ジャパニーズだったらですね、長い期間って言ったら、例えば10年とかね、15年、18年とかね、あったりするんですね。逆にね、気候の寒暖の差がとても激しいような場所、例えばアメリカのね、バーボンウイスキー、ケンタッキー州のバーボンウイスキーとかでしたら、もう3年から5年でね、非常に原酒の、熟成がね、進行する。とてもね、速やかに進行するので、期間が長い、樽熟成された期間が長いからね、いいよ。それは、熟成されればされるほどよろしいよっていうわけでもないんですね。樽の熟成ピークですね。いわゆるマチュレーションピーク。マチュレーションピークっていうのがありますので、期間が長ければ長いほどいいんですよっていうわけではないっていうふうに思っていただいたらよろしいですね。では、キダルで熟成することによってですね、どのようなね、効果といいますか、作用がですね、お酒に与えられるかっていうことをですね、報告させていただきましょう。樽熟成っていうのはね、メカニズムはですね、いわゆる樽なんで密閉容器。密閉容器じゃないんですね。イケイケなんです。外気と空気がイケイケなんで、酸化熟成。酸化して熟成していくのがね、キダルの熟成っていうことなんですね。よって、寒暖の差とかね、気候とか温度、湿気によってですね、その変化、ダイナミックな変化が行われていくんですね。例えば、暑い夏場になりますとですね、原酒がね、貯蔵されている原酒が膨張するんですね。膨らむ、膨張します。そうすることによってですね、樽の外にですね、エタノールですとか、あとはですね、喜ばしくない、好ましくないような香り、いわゆるオフフレーバーがね、外に出ていくんですね。その出ていくことによってですね、ウイスキー原酒は目減りしていくんですね。減っていくんですが、これがいわゆるエンジェルズシェアですね。エンジェルズシェアって言って目減りのことを天使の分け前って言われますよね。で、逆にですね、寒くなったら、環境が寒くなったら、原酒は収縮、ぎゅっと縮むのでですね、外気を取り込むんですね。外気を取り込む。それによってですね、外気のですね、その環境によってね、風味がね、お酒に与えられることができる。例えば、海。
海のですね、島のね、ウイスキー蒸留所で貯蔵されたものはですね、海の塩とかね、そういうね、海関係の香りが出たりとかですね、あとは高原とかね、その辺でね、貯蔵されたものは高原とかお花のような香りが出たりとかですね。ですので、その貯蔵場所によってですね、そのテロワールといいますか、気候風土が影響されるっていうところもね、樽熟成の面白いところですね。防潤と収縮によって原酒が美しく、美酒になっていく、磨かれていくっていうのが一点ですね。そして、もう一点目、二点目はですね、いわゆる樽の成分ですね。樽の木の成分。アメリカンホワイトオークが多いんですけど、あとはフレンチオーク、スパニッシュオーク、日本だったら水なら材質が多いんですけど、そういうものがですね、木樽の樽成分をお酒に移行していく、中のお酒がですね、樽のね、成分が抽出されてですね、抽出してですね、木の成分、木をですね、飲むようなもの、それがウイスキーとかブランデーと思ってもらっても、場合によってはいいかもしれませんね。木が溶けていって、木の成分が入っていくんですね。木なんでですね、厳密な成分で言うと、セルロースとかヘミセルロースとかリグニンとかでね、構成されてるんですけど、やはり重要なものはですね、着色、木の色がお酒の原酒に移っていく、琥珀色になっていくっていうこととですね、そしてリグニンから分解されたバニリンっていう成分、バニリンが結構重要で、結構ってことなんですね、非常に重要ですね。バニリン、これはですね、バニラの成分、バニラの香りのようなものがですね、付与される。ですので、木樽の熟成がね、長いものっていうのはバニラの香り、心地よいバニラの香りがするんですね。樽成分を取り込むことができるっていうのが二つ目の特徴ですね。で、三つ目の特徴はですね、酸化熟成、いわゆる熟成ですね。熟成することによって、酸化&還元することによってですね、エステル反応、エステルという成分の反応が促進されますよっていうことなんですね。エステルっていう成分はね、平たく言いますと、香りがいい成分、フルーティーのような成分もあればですね、いろんな香りの成分があるんですけど、心地よい、喜ばしい香り、そういう風に思ってもらったらよろしいですね。ウイスキーとかブランデーとかのね、木樽熟成のお酒にいい香りが付与することができるっていうね、そういうエステル化の反応が特徴なんですね。そして4つ目はですね、これはですね、木樽熟成のみならず他の熟成もそうなんですけど、アルコール分子と水分子がですね、仲良くなる、アルコール分子と水分子が仲良くなるっていうね、そういう特徴もあるのがね、重要な、熟成にとっては重要なポイントですね。実はですね、アルコールとですね、水っていうのはですね、仲良さそうに見えて意外に仲良くないんです。一応はですね、なんか水溶性みたいな感じで水とアルコールは馴染むんですけど、そこまでね、なんて言うんでしょうね、とてもバチバチ仲いいよっていうわけじゃないみたいなんですね。だからね、なんだろう、熟成をする前といいますかね、出来立ての蒸留酒とかですね、そういうものをね、口に含むのとですね、非常にね、アルコール感が豊かなアルコール感がバチバチくるんですね。これね、水分子とエタノール、アルコール分子がバラバラになってる状況なんですね。ある程度一定の距離を取ってる。しかしながら、長年の経年熟成をしていくうちにですね、その水とアルコール分子が非常にね、近しくなって内包されていくような感じ。水分子の中にアルコールが内包されていくような感じになりますので、よって長い熟成をされたウイスキーっていうのは、飲むとですね、非常にね、アルコール感はあるんですが、最初はまろやかなんですね。口当たりがまろやか。これはですね、まさしく長年の熟成によってですね、水分子がですね、アルコール分子と仲良くなって取り込んでですね、アルコール分子の周りにですね、水が最初包まれるような感じになるので、ベロに当たった時に水から当たるのでですね、まろやかになっていく。これがね、熟成で結構重要なポイントなんですね。まあ、そのようにですね、4つの重要なですね、樽熟成のポイントっていうのがあるんですね。1つ目はですね、気候、温度、湿度によってですね、樽の中の原酒がですね、膨張と収縮を繰り返すことによってですね、そして目減りしていくことによってですね、エンジェルシェアがあることによってですね、中の原酒はブラッシュアップ、洗練されるっていうことがまず1点ですね。2点目っていうのはですね、いわゆる樽成分の抽出、特にバニリンですね。バニリンの香りがお酒に与えることができる。あとは色もね、移行していくっていう特徴ですね。で、3点目はですね、エステル。香り成分、まあ味わい成分でもあるんですけど、そのような秀逸な香りを出すためのエステル成分が酸化&還元によってですね、反応が促進される。エステル化成分がよりブラッシュアップされるってことですね。そして4点目はですね、水分子とアルコール分子がね、非常に仲良くなっていく。
最初は距離を置いてるんですけど、じわ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 時間を置いて仲良くなってるっていうね、すると仲良くなっていくっていう特徴、いわゆるまろやかになるんですね。まろやかになるっていうのがね、ポイントですね。そのね、4つがね、樽熟成のポイントっていうことなんですね。では、今夜は、木樽熟成された、長年経年熟成されたウイスキーとかブランデーたちに、乾杯！今回もご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。お酒の熟成でした。熟成アップ、熟成アップ、熟成アップ、お酒、お酒、お酒。